名古屋は中世以前から栄えていた熱田の町、徳川家康によって築かれた名古屋城とその城下町が骨格となっています。明治維新後は運河、鉄道等のインフラ整備や産業振興が図られて近代産業都市へと変貌し、その後の戦災や伊勢湾台風などの被害を乗り越えて今も発展を続けています。旧石器時代、名古屋の地に人々が住み始めたのは今からおよそ3万年前の旧石器時代であったと言われています。縄文時代、およそ1万2000年ほど前に始まった縄文時代には土器と弓矢を持った人々が次第に定住を始めました。貝塚など縄文時代前期晩期を中心とする集落の遺跡が発見されました。この頃の海岸線は名古屋台地に沿って象の鼻のような形をしていました。縄文時代が終わりを告げる約3000年前には大規模な集落が誕生しました。弥生時代、西日本から名古屋に弥生文化が伝わると集落が営まれました。さまざまな遺跡で大規模集落の跡が発見されています。草薙の剣誕生、雨の村雲の剣は草薙の剣とも言われ、須佐尾信琴が出雲の国で山田のオロチを退治し、その尾より出現した神剣です。神剣は天照大神に献上された後、峰木の御子と降臨の際に三種の神器として授けられ、以降宮中に留められました。三種の神器は八形の鏡、草薙の剣、八坂にの勾玉を言い、歴代天皇の皇位の御印として今日まで受け継がれています。1900年前、第12代景行天皇の御子の大和尊の御子とは東国平定の命を受け、伊勢神宮で大和姫の御子から雨の村雲の剣と火打ち石を授けられました。賊は野に火を放って焼き滅ぼそうとしましたが、大和尊の御子とは真剣で草を薙ぎ、火打ち石で迎え火をつけ賊を滅ぼされたので、この真剣を草薙の剣と称するようになりました。大和尊の御子が病に倒れた後、妃の宮津姫は西暦113年に託された草薙の剣を尾張氏一族の祭場としていた熱田の地にお祭りしました。これが熱田神宮の始まりです。古墳時代、周辺に居住空間を広げ大小の集落を形成します。次第に近畿地方から押し寄せてきた勢力、大和王権に組み込まれていきます。4世紀前半、白鳥塚古墳が築造され、古墳時代の前時期を通じて断続的に古墳が築かれました。当時先進的な焼き物であった須恵器の生産が始まりました。焼き物の原料に適した地層が広範に分布する地域であったため、陶器、山茶碗などの一大生産地として栄えました。その系譜は今日の瀬戸、美濃、常滑など日本を代表する窯業生産地へと引き継がれています。奈良時代、645年、大化の改新で隋唐の律令制に倣った中央集権律令国家体制が成立し、体系的な土地支配体制が確立しました。八郡からなる尾張国が誕生しました。668年、外国の賊とが草薙の御剣を境外に持ち出そうとした事件があって以後、御剣は一時宮中に留め置かれました。686年、草薙の御剣が熱田に戻られました。平安時代、各地に荘園が誕生しました。現在までその名を残している地名が多数あります。中世以降の文献によると、名古屋、名古屋、名古屋とも表記されており、この地が古くから名古屋と呼ばれていました。1147年、熱田神宮を管理する大宮司の藤原の則末は京都で院政を行っていた鳥羽上皇に仕えました。同じく鳥羽上皇の側近であった源義朝に娘を嫁がせました。産んだ子の一人が後に鎌倉幕府を開いた源頼朝であり、現在の西岸寺、熱田区付近が出生地として伝えられています。1179年、平の清盛が起こした治承3年の政変により、当時の太政大臣の藤原の諸長が井戸田の庄へ流刑となり生活していました。鎌倉時代、鎌倉に幕府が開かれると政治の中心地、鎌倉と文化の中心地、
京都を結ぶ街道は国内最大の幹線ルートとして発達を遂げました。室町時代、尾張国は芝氏が守護に任命され、その代官として守護代、織田氏が国内を支配しました。1534年、織田信長が尾張、諸畑城で生まれました。1537年、豊臣秀吉が尾張国中村で生まれたとされています。1538年頃、織田信長の父、信秀は今川名護の市の名古屋城を攻略し、本拠地を名古屋の地に移しました。1556年、織田信長は清洲城に入り、尾張国内を統一しました。1560年、織田信長は今川義元を桶狭間の戦いで討ち取りました。劣勢をはねのけた桶狭間での勝利により、信長の名は全国に轟き、その後、天下統一の足がかりを築いていきました。桶狭間の戦い当時、松平元康は今川方として従軍しており、決戦を前にして大高城へ兵糧を運び入れて名声を高めたと伝えられています。この時代は室町幕府の没落によって各地で騒乱が起こり、東西の要衝の地であった尾張は織田信長、豊臣秀吉、前田利家、加藤清正、柴田勝家、佐久間信盛、丹羽長秀などの武将を数多く輩出しました。1582年、天下統一に邁進していた織田信長は明智光秀の謀反により本能寺に倒れました。主君の弔い合戦と称した羽柴秀吉は山崎の戦いで明智光秀を討ち、にわかに中央に躍り出ました。1584年、秀吉は小牧長久手の戦いで徳川家康、織田信雄連合軍と講和を結び、信長の後継者としての地位を不動のものにしました。1590年、豊臣秀吉は全国を平定し、天下を統一することで戦国の世を終わらせました。1598年、豊臣秀吉が伏見城で薨去しました。1600年、関ヶ原において天下分け目の決戦が行われ、これに勝利した徳川により江戸時代の幕が開きました。1601年、宮宿が東海道53次の宿場となり、西隣の桑名までは七里の私として海上で連絡するようになりました。1610年、徳川家康が日本最大級の名古屋城を築城、御三家の尾張藩を建て、尾張の中心であった清洲城下町を名古屋へ移しました。東海道の熱田の宮宿と城下町は本町通りと堀川で結ばれました。熱田は城下に組み込まれず、全国最大の宿場町として繁栄しました。1616年、徳川家康が死去すると、徳川義直はそれまで生活していた駿府から名古屋に移り、名古屋城は尾張藩主の居城としての歩みを始めました。1660年、万事の大火により3000近い民家が焼失しました。これを機に広小路が開かれました。1695年、大曽根別邸を建造し、徳川光友の隠居所となりました。1716年、江戸幕府の第7代将軍徳川家継が8歳で死去しました。当然子はなく、次期将軍候補は御三家の尾張、徳川継友、紀州、徳川吉宗でした。御三家筆頭、尾張の徳川継友が最有力候補とされていましたが、第8代将軍に就いたのは紀州の徳川吉宗でした。尾張藩は後継者争いに負け落胆したのでした。1730年、第7代尾張藩主に徳川継友の子である徳川宗春がつきました。江戸の八代将軍吉宗は質素倹約の緊縮政策、享保の改革を進めていましたが、徳川宗春はこれと真っ向から対立し、芝居小屋の増設、遊郭の新設、藩士の芝居見物を許可し、さまざまな商売が盛んとなりました。吉宗政治には全て反対し、その逆を行くというのが宗春の方針だったのです。徳川吉宗と父が将軍の座を争って負けたのが、その方針の要因の一つとも言われています。1739年、徳川宗春と将軍徳川吉宗の対立は深まり、宗春はついに隠居謹慎を命ぜられて失脚しました。1764年、25年の隠居謹慎を経て徳川宗春が亡くなりました。徳川吉宗が
宗春の墓は罪人の墓であると言い残したので、宗春の墓には長く金網がかけられていたといいます。当時墓碑に金網をかけるのは罪人扱いでした。目立てば容赦なく叩き落とされるということを目の当たりにし、何事につけても目立たぬが一番、お上の権威にひれ伏すという名古屋人気質が生まれたのはこのことが要因という説もあります。1839年、11代将軍徳川家斉の十二男徳川成隆が尾張藩第十二代藩主に就任しました。押し付け藩主に尾張藩士の中では反対の動きがあり、これらの反対派を懐柔する策として宗春公の墓碑の金網を解除し、宗春公に関与を送ることになりました。こうして徳川宗春の墓は没後75年後にようやく金網が外されたと言われています。1867年、ええじゃないかが名古屋でも起こりました。1869年、尾張藩は藩籍を奉還し名古屋藩と改称しました。1871年、廃藩置県により名古屋藩が名古屋県になりました。1873年、名古屋城が陸軍省の所管となり、二の丸御殿や三の丸にあった広大な武家屋敷などが取り壊され、陸軍の施設が建設されました。1886年、名古屋停車場が開業しました。1889年、市政町村制により名古屋市が誕生しました。1891年、濃尾地震があり名古屋城の石垣等が崩れ、近代的な建築物であったレンガ造り建物の多くが倒壊し、市内に甚大な被害をもたらしました。1898年、京都の伏見線に次いで国内2番目となる電気鉄道が誕生しました。1907年、名古屋港の開港と合わせ、名古屋港と都心を結ぶ南北の大動脈となる大津通りが整備されました。1910年、明治維新後、名古屋では紡績や陶磁器などを皮切りに産業発展が進み、殖産工業政策を受けて近代的な工業の創設が進められました。1914年、勃発した第一次世界大戦の拡大に伴い輸出が急増し、重工業が勃興しました。工業用機械生産が発展するとともに自動車や航空機生産も始まりました。1921年、名古屋市と周辺16町村と合併して地域の面積が東京市の約2倍となり、全国1位、人口は東京大阪に次ぐ全国3位の大都市となりました。1925年、 NHK 名古屋放送局がラジオ本放送を開始しました。1936年、プロ野球チーム名古屋軍が誕生しました。1944年、昭和東南海地震が起き、名古屋の町も大きな被害を受けました。その1ヶ月後には三河地震も起き、疎開していた多くの児童が犠牲になりました。戦時中で内務省から報道規制があり、救援や支援がほとんどありませんでした。1945年、アメリカ軍による市街地大規模空襲を受けました。空襲により名古屋城の天守や金シャチが焼失しました。戦後、名古屋市はいち早く戦災復興計画を立案し、総力を挙げて復興に向けた街づくりに邁進しました。1954年、高さ180メートルの日本最初の集約電波鉄塔テレビ塔が建設されました。当時日本一の高さを誇りました。1959年、伊勢湾台風襲来し、南部を中心に戦後最大級の被害を受けました。1964年、東海道新幹線が開通、新幹線の名古屋駅も開業しました。2019年、名古屋市は税収が過去最高となりました。過去最高を更新したのは1997年度以来21年ぶりでした。源頼朝、織田信長、豊臣秀吉など、名古屋は変革期に日本のリーダーを輩出してきました。これからどんな人材が出てくるのでしょうか。終わり。